R スプリング理学療法士の近藤です。今回の動画では当店にいらっしゃる美容師の方やネイリストの方に多い症状、腰から足にかけてのしびれ、梨状筋症候群の原因とセルフケアについてご紹介します。腰痛があるとせっかくの皆さんの最高の技術がお客様に提供しづらくなります。そこで今回の梨状筋症候群のセルフケアをご覧いただき、ぜひ腰痛の予防に役立てていただければと思います。これは臀部の深部筋である梨状筋という筋肉とその周辺の筋膜がこわばって、その中を通る坐骨神経が圧迫されることから足にしびれや痛みが出る症状です。腰部椎間板ヘルニア同様、デスクワークや車の運転などで長時間座りっぱなしの人に多いです。この後ご紹介する梨状筋ストレッチで2週間ほどほぐすと筋肉が柔軟になって症状が軽くなることがあります。それでは今から梨状筋ストレッチのやり方をご紹介します。まず仰向けに寝て、両膝を立てて、片足、今回は左足を上にして足を組みます。次に両手を組んで、今回ちょっと右手だけでありますが、両手を組んで左膝を抱えて、自然に呼吸しながらゆっくりと対角線上の右胸の方ですね、対角線上の右胸の方へ引き寄せ、梨状筋を伸ばします。お尻の筋肉が伸びているのを感じながら30秒キープします。その後ゆっくりと足を元へ戻して、反対側も同時に行います。これを 2,3 回繰り返して1セットとし、約1分、1日2回から3回を目安に行っていきます。梨状筋や筋膜のこわばりをほぐし、坐骨神経への圧迫を緩める効果があります。いかがでしたか？腰痛からくる足のしびれは決して放っておかず、早めの対処をお勧めします。また原因が内臓疾患など深刻な可能性もありますから、ご自身で判断するのではなく専門の医療機関にご相談をお勧めします。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。